それでは皆さんおはようございます。また今日も授業を始めたいと思います。で前回ですね、訓読に関する、小テストをやったのですが、これをお返しいたしましょう。はい、ですね、皆さん、後でご覧になって、それからいわゆる正解といいますか、模範解答はまた、今日林さんにお願いをしてホームページの方に載せてもらいますので、それで、ご覧いただければと思うんですが、大体、1番とか2番とかは、皆さんよくできてたと思うんですが、1つですね、これいくつあるんだろうね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、で、10、9、7、5、2、4、3、6、8と、こういう一番長い、やつで訓点をつけろというやつがありましたけれども、とにかく上から順に見ていけばいいわけですね。でこれが一番、10文字あるわけですけど、10っていうわけですか、これが一番最後、一番最後にここへ戻ってくるという、そういうことになりますね。で1というのがあると、これはもう一番最初に読むということで、上から順ですから、ここはもう何もつけなくても、ここ自体はね、何もつけなくてもいいということになりますわね。それで、その次はもう9とこうなってるから、これも9、10という具合に、ここからここへ行くようにしてやらなきゃいけないわけですけど、まだまだ、9なんてのは後の方で、すので、7も5もですね、そうするとここに2というのがあって、ですから1番というのを読んで次にここへ来るわけですね。でそうすると一応今のところここはまだ何もつけなくていいということですが、その次に今度3がここにあって4がここに来てるということは、一応ここにまず例点がつくってこう考えればいいですね。で3、4です。そうするとその次に今度はこの4から5へ行かなきゃいけないので、その時にですね、これ間に2文字以上入ってるから例点ではいかないですよね。これそれで1、2というやつを使うわけですけど、その時にこの例点と1の組み合わせのこれで1、2というふうに、ここからここへ戻るという、そういうふうになりますよね。だから、3、4、5そうするとその次は6なので、6へ来て今度7に来るわけですが、これはこの間に、こんなにいっぱい入っちゃってるので、もう1、2、3とかっていうのは使えないわけで、その次は今度は上下になるわけですね。6から7、6、7で上下とこう来るわけ。そうするとその次に、7の次は8ですから、いよいよ一番最後になるわけですが、ここで8、9、10っていうふうに戻らないといけないわけですね。そうするとこの8から9へ戻るときに、もうこの間に例点は使っちゃったし、1、2点は使っちゃったし、上上下も使っちゃったので、一番なんというか大きいっていうやつで、こう打つ平定ってやつがあったんですね。でこれを使わざるを得ないので、ここに、こうというやつ、それから8、9、これがオツで、ここが平っていう、こういうようなすごい、なんていうか複雑といえば複雑ですが、形になるという、こういうことですね。それからあと3番目のところは皆さん大体よくできてたと思うんですが、惜しかったのがね、この一番一番最後に、この耳という字が来るやつですけど、これは要するになんとかあるいというね、言い方、今の言葉ならそれなんですけど、のみというふうに読むわけだね、何々のみね。
ゆえにこれに値しのみと言うんですが、こののみという字は書き下し文にしたときに、だからこれに値しのみと、これはここの問題が太字の文字に注意してってこう書いてあるので、これはなんで太字になってるかっていうと、要するにまあここの字はかなにしましょうって教えてくれてるようなもんなんですけれども、これをかなにしないといけないんですね。耳だけでは、いけない。それから一番最後の問題で、まあ この上という字もですね、ここも一応太い字になっていて、まあ、ここではっていう意味だと思うんですが、これは微妙でね、それこそ訓読の仕方によっては、漢字のまま書いているというやり方もないわけではないので、まあ、厳密に言えば僕は間違いではないとは思うんですけど、この上がね、何々をなすとか、あるいは何々のためにという時には漢字で書いた方がいいんだね。でただ、ここでは体験たる、体験であるという意味の時、つまりたりと読む時には、体験たる、あこれか、体験たるをというふうに、まあ仮名にした方がいいということなんですね。でそれから、これは外せざる、でその次のこのなんていうか文章をつないでる時のこの情という字なんですね。これは何々のもの、何々の人という意味で、ものと読む時には漢字で書いた方がいいわけです。でただ、こう体験たること、体験であることを害せない、あ害さないのはという、つまりまあ上にこう文章が来て、それのまあ全体が主語みたいになってるわけですけど、そこの時の場合はですね、題せざるはというふうに仮名にした方がいいわけですね。つまりもし漢字で書いちゃうと、やっぱりその題せざるものって普通読んじゃうんですね。これはね、題せざるはっていうふうにまあ読む場合には仮名にした方がいいという、まあ、そういうことです。でよく改むるがためなりのためはね、これはまあ普通漢字で書くことが多いかとは思いますが、この場合はもう何というかためにしてもまあそんなに間違いではないというふうに思います。ということで一応この模範解答を皆さんのところに、あじゃなくて我々のコンピューターのシステムに載せてもらいますので、後で、自分でちょっと照らし合わせてみてください。それからもう一つ次は、前回宿題っていうのを一応お出ししておきました。それでこれは今回初めて実はやったことなんですけれど、これはまあ日本のね、日本の漢文のまあ教科書というか日本の漢文の参考書なわけですけれど、我々がやってることっていうのは、まずその中国語の原文があって、そしてまあそれにいわゆる訓点をつけてつけるわけですね。でそしたらそれをこう書き下し文というやつ、まあ、つまり日本語にして読んでいくわけです。でところがいわゆる漢文書き下し体、漢文書き下しの文章っていうのはもう今の我々が普通使ってる日本語とはすでに違う文体なわけですよね。でしたがって、今度はその日本語は今の言い方にするとどういうものでしょうと、つまり、この口語訳をしなさいっていう
段階が次にあるわけなんですね。だから例えばこの1番の問題、2番の問題両方そうなんですけど、まずはこれを書き下し文にして、そしてそれを今の日本語に改めなさいと、訳しなさい。つまり、まあ、中国語から書き下し文にするっていうこと自体はもうすでに一回その外国語から日本語への翻訳なんだけれど、実は今の日本人、今の日本語から考えると、その書き下し文の文体から今の日本語に変えましょうっていうのがもう一段階実はあるわけです。で、大学の入学試験とかでこの漢文の問題っていうのが出てくるときにですね、まあ、書き下し文にしなさいっていう、まあ、問題ももちろんあるわけですけど、それ以外に、まあ、大体ここの文章を、まあ、つまりもちろん訓点とかは全部ついてるわけですけれど、その文章を、まあ、今の日本語、現代語に訳しなさいという、まあ、そんなような問題が必ずあるわけですね。だからひょっとすると、ここの例えばその今、両子共に戦わば、その勢い共には生きざらんとこうなってるわけですね。今両子共に戦わばその勢い共には生きざらんと、共にはっていうところがね、まあ、いわゆる部分否定になっていて、一緒に生きる、両方共に生きるとは限らないというね、まあそういう文章になってるわけですが、共には生きざらんという、まあ、その漢文を一緒に生きるとは限るまいという、まあ、今の日本語に、まあ、翻訳するという必要があるわけです。まあ、ひょっとするとその、逆に皆さんの場合は、書き下し文なんかを見なくてもこの訳はできるかもしれないというね、まあ、そういうことなんですけどね。まあ、一応日本人の場合は、原文から書き下し文にして、そしてその書き下し文を日本語にするという、まあ、そういう段階をこう経るわけです。だから本当はね、だから漢文訓読はいけないんだっていうふうに言う人はやっぱりその段階が良くないって言ってるわけですね。つまり一回、書き下し文にしちゃったものをまた日本語で考えるわけだから、もうすでにその段階で中国語離れちゃってるっていうわけなんだよね。その考え方はまあ分からんわけではないわけですけど、まあ、とにかく、何百年もこうやってやってきたので、まずは原文があって、書き下し文があって、日本語にするという、まあ、そういう段階でやっているということですね。それじゃあ、まあ、今日はいろいろちょっと、少し授業遅れ気味なので、これもまた、模範解答を、ホームページの方に、入れてもらいますので、後で皆さん自分で答え合わせをしてみてください。大体そんなところがですね、前回の小テストと、それから、まあ、この宿題の解説ということになります。で、前回は高家ですね、明の初めの詩人ですけど、その清宮詩歌というのを、まあ、読んでいるわけですけれども、まあ、これをもとにですね、まあ、明治時代の、まあ、文豪でありますわね、文豪の、森鴎外が、やっぱりその清宮詩歌、清宮の宮、あ、そうだね、すいません、高家の原文も、いろいろな字体で書くことありますけど、一応この字になってるんで、清宮詩歌ね。で、森鴎外が、その清宮詩という、まあ、題で、まあ、翻訳をしているわけですね。これは まあ、前にもお話ししましたように、まあ、中国の詩、まあ、いわゆる漢詩を
を日本人が鑑賞する場合に、まあ普通はみんな漢文は昔の人はできるわけですから、もう漢文訓読で、意味もわかるわけです。で、それをですね、この森鴎外はわざわざ、日本語に、まあ、置き換えてるという、まあ、そこのところが、まあ、この一つのポイントなわけですけどね、ちょっとそれを、まあ、両方少し見てみましょう。請求歯科自体はなかなか長いですから、なんというかちょっともう全部は読みませんが、そのポイントを、探ってみたいと思います。前回、その序文のところを見ましたね。で、請求歯の歌とで遊女女ありとで、工場請求歯あり、まあ、ここのところはちょっと原文とね、ちょっとなんかそのいわゆる誤植だと思いますけど、間違いがあって、本当はだから工場に請求ありで「よ」なんですね。この「し」という字がね、「よ」本当だったら、だからその「請求し」ではなくて、この字が「よ」となって、だからここで切るんじゃなくて、ここに切れ目が来るようにした方が多分意味としては分かりやすいと思います。工場に請求ありで、よ家をその南に移すと、でよりて自ら請求しと豪すとね、請求という場所に、引っ越した、まあ、家を建てて引っ越したので、まあ、請求しというふうに言ったというわけです。で、官居無事終日苦吟、暇に請求歯科を作り、その意を言いて持って、死因のあざけりを解くと、会長という言葉がありますね。知恵茶をというね、まあ、これは言い訳とでもいいんですかね、まあ、人から、非難され、でここで、もうすでにこの序文の中で、この苦吟という言葉とか、それからこの死因という言葉とかですね、まあ、出てきているわけですけれど、まあ要するにこの請求歯さんは、一日中詩を作ってるという、まあ、そういう人だということなんだよね。でそれがまあ一つのポイントなんだろうと思うんですけれど、そしたらね、今日実はこれから先ちょっとまた宿題は常に出そうと思ってるんですけど、今日の宿題はね、これ全部じゃなくていいです。この、ちょうど半身っていうのがある、この半身の右側だけでいいんで、この請求歯科をですね、これをその訓読書き下し文にしてみなさいという、まあ、そういう宿題を出したいと思います。全部やってもいいですからね、誰も怒りはしませんから、全部やる人は全部やってください。それで来週その何というか見本みたいなものをまたお配りしますので、この請求歯科をね、書き下し文にしてみなさいという、まあ、そういう宿題です。で、一応まあ今日はこれまあ訓読で、まあ、読んではみますので、まあ、ちょっと先に答え合わせをしちゃってるようなもんだと思うんですけど、まあ、やってみます。それじゃあ、最初のところからですね、まず、請求歯痩せて清し、ね、じゃあこれは一応読んでください、声出して読んでみて、請求歯痩せて清し、はい。この「しょう」という字はね、痩せてるという字ですね。だからまずは、この請求歯がどんな人かといえば、痩せているということを言ってますよね。で、元これ、はい、五雲閣上の線形、五雲閣上、あ、ごめんなさい、五雲閣下の線形、下でしたね、五雲閣下の線形、はい、これはもともとこの請求歯は、この人間世界の人ではなくて、五雲閣上っていうのは、まあ、要するに天上世界ですね、仙人がいる世界、まあ、その仙境であると、まあ、要するに仙人であったということなんですね。
その次、いずれの都市か、光沢、世間にあり。いずれの都市か、光沢、世間にあり。うん、いいですか。いずれの都市か、光沢、世間にありと。いずれの都市か、光沢、世間にあり。いずれの都市か、それでこれ、この皇太子師匠という本を、今見てるわけですけど、これはこの本の訓読ね、訓点がついてるわけですけど、特に、この何ですかね、送り仮名はなんかものすごい、なんかサボってるというか、あんまりついてないわけですね。で、もちろんいずれの都市か光沢世間にありでも意味はわからないわけじゃないんだけど、もうちょっとこう丁寧にまともに何て言うんですか、分かりやすく訓読をすると、いずれの都市か光沢されてでしょうね、天上の神様から、お前は下界へ行けっていうふうに、その天から下へ下されてってね、要するに、左遷されちゃったわけですね。でそういうふうにして、世間にありと。この世間っていうのは、人間世界ということだと思います。だから一体いつの年であろうか、天上からこの地上に下されて、この世で暮らしていると。じゃあその次が、人に向かって、はい、じゃあ人に向かって、生と名とを言わず、生と名とを言わず。この「だお」という字は言うという意味ですからね、人に、姓も名も告げないと、請求しと言ってるだけだというわけですよね。で、その次が、靴を踏んで、遠遊を厭い、ね、隙を担いて、急行に物牛、靴を踏むってのは、要するに靴を履いてっていうことですけれど、靴は履いているけど遠遊を厭うと。普通は靴を履いたら遠くまで歩いていけるわけですよね。だけどこの請求士は、横着というのか何というのか、靴は履いているけれども遠くへ行くのは好きじゃない。それから、隙を担って、畑を耕すその月ですね、その隙を担いでいるけれども急行に物牛と、その畑仕事をするのは面倒くさがっていると、物牛というのは、面倒くさがってやらないことですね、そして、その次です。剣あり、衆従に任し、はい、剣あり衆従に任し、シウソウというのはね、収集、これは錆びちゃうことですね、剣は持っているけれど、もう錆びるがままに任せていると。つまりその、剣を使うことはないということですね。それから、書あるも、獣王に任す、書あるも獣王に任す、ね、これは大体昔のこの中国の士大夫っていうのも、大体こうよく書剣っていう言葉が出てきますね。日本の武士とは違うので、別にその剣術を特にやんなきゃいけないっていうことはないんだけど、やっぱりその中国の士大夫も、例えば旅行なんかに行くときに、必ず本と剣っていうのはね、こう持っていくんですね。だから今ここでも剣は錆びちゃって、それから本は、書あるも獣王に任すって、これはどういう意味かな、これは要するに本は自分で持ってるけど、もうきちんとこう整理してないということですね。バラバラっていうことですね。縦になったり横になったり、バラバラに、散らばってるままであると。それから、その次、あえて腰を折って、はい、あえて腰を折って、ご渡米のためにせず、ご渡米のためにせず、この
この剣という字ですけどね、これはまあ、よく、あえてというふうに読みます。プーケンというのがね、まあ、これは陶淵明のお話ですよね。かの有名なね、お役人になったけど、そのたったごとのお米、そういう給料のために、郷里の精進に腰を折って、ペコペコ頭を下げるのは嫌だって言ってやめちゃったっていう話ですが、そういうことをしようとしない。それから、あえて、これはまあ要するに陶淵明ですね。それからあえて、舌を振るって舌を振るって、あ、じゃあここまでいきましょう。あえて舌を振るって、七十条を下さず、七十条を下さず、これは式に出てくる七十条という話はですね、歴域という人の話ですね。これは聖の国の七十条を、まあ、この人は要するにいわゆる遊説家といいますか、言葉で弁舌でもってですね、その聖の国の七十の城を、まあ明け渡させたという人ですけど、この絵はまあだからそういう舌を振るって弁舌でもって、まあ、七十の城を下すというようなこともしようとしないと、まあ、要するに役人になったり、政治家になったりっていうようなことはしようとしない、そういうことには全然興味がない。そしてその後ですね、ただ好みて、はい、じゃあただ好みて、好みて、宿を求め、自ら吟じて、自ら就航す、うん、彼が、まあ、つまりそういう役人にもなろうと思わない、政治家にもなろうと思わないで、ただ好きなのは宿を、何か詩を作ろうとして、いい言葉を探し求め、そして自ら吟じ、自ら就航と、まあ、自分自身で、まあ、その召集、就章、長ちゃんだね、就章してるという、まあ、そういうことですね。そして、伝官、はい、伝官、杖を引きて、また、縄を帯にし、うん、また縄を帯にし、この柵という字は、まあ、紐縄ですね。普通だったらこう着物の帯っていうのは、もっとちゃんとした帯があるわけだけど、まあ、この人はその格好は気にしないと、詩を作るのに一生懸命で、こう非常に荒縄ですね、粗末な縄で、着物を縛っていると、そして、その防塵知らず、防塵知らず、笑ってかつ軽んず、かつ軽んず、周りにいる人はですね、この請求士がどんな人か、まあ、あるいはその一生懸命詩を作ってるんだということを知らないで、変な格好してるもんですからね、笑って、その軽んじていると。そして、言うこれ、言うこれ、炉の宇宙、その強制と、うん、これは炉の国の、まあ、宇宙っていうのは、まあ何でしょうね、時代遅れな学者、それからその矯正、まあ、その矯正はまあ論語の中に出てくる矯正ですね。これはみんな変わった人っていうことです。世の中の流れからこう取り外されちゃ、取り残されているような学者、それからいつも変わったことばっかりしているその矯正という、まあ、そういう人のようだと言って、みんな笑っているというわけです。
つまりこう世間の人の目から見ると、この請求士っていうのは、まあ詩を作ってるわけだけど、なんか変人、変わった人だという、まあ、そういうふうに見えるというわけだよね。で、請求士これを聞いて、あ、請求士これを聞いて、はい。意に介さず、そんなことをこの請求士が聞いても全く気にしないと。で、銀星口を入れて、はい、銀星口を入れて、あ、絶えず、うん、銀星口を入れて絶えず、銀星口を入れて絶えずね、いつもブツブツ、なんかその詩の言葉をつぶやいてると。で、いいとしてなる、うん、いいとし、これはいいやという言い方がねあったりするけど、声ブツブツ、声に出してブツブツ言うことですね。いいとしてなると、これ前にも出てきたと思うけど、この送り仮名のこの字はね、これは、してというふうに読む、これをまあ、あまりにしょっちゅう出てくるもんですから、もう、 こう記号化されちゃってるんだね。これしてという、いいとして、なると。で、その次です。長銀、長銀、朝の銀字でね、その上を忘れ、その上を忘れ、母銀不平を散ず、不平を散ずと。で、その苦吟の時にあたって、その苦吟の時にあたって、ごつごつとして、否定のごとし、うん、これはこのルーペイチョンという字は、まあ、否定のごとしっていうのは、実際この定っていうのは酔っ払うのことですね。ですから、酔っ払いのようだというわけなんですけど、このペイという字はいわゆる受け身のを表しているので、定を被るがごとしっていうふうに読むことも可能ではあるんだね、これはね。まあ、いろいろこれは訓読の仕方はあると思います。で、その次はいつもその詩を作って、まあ、苦吟してるっていうのは、いい詩がないかってこう、うんうなって考えてるその様子っていうのは、まるで、お酒に酔っ払っているような、酔っ払いみたいだ。そして、頭髪ですね、トウファーね、頭髪、くし削るにいとまあらず、うん、くし削るっていうんだね、この紙を解くことをね、くし削るにいとまあらず、詩を作ると夢中になっちゃって、もう髪の毛ボサボサ、髪の毛を解くというようなことも考えないから、家事営むに及ばず、うん、家事営むに及ばず、家の仕事も全然しないと。それから、字なけども哀れむことを知らずと、字なけども哀れむことを知らず、これもね、こんなような印が、ついてるんですけど、これはどうもという、まあ、要するに逆説ですね、これね。だからともうくっつけた字になってんだね、これね、これはどもというふうに読みます。で、それから、哀れむ、前にも出たかもしれないけど、こういう印がついてるよね。で、これはことなんですね、哀れむことを知らずと。子供がワンワン泣いていても全然気にかけない。その次もあれだろうな、客いたれどもなんでしょうね、これね。客いたれども迎えることを果たさずとね、こうなってるね。
こんな感じで実はまあずっとこうつながっていきます。で、つまりこう彼はこう詩を作ることに夢中になってしまっていて、世の中からはこう変人だと思われている。でしかし、まあ、その後のところにも出てきますけど、彼はそのとにかくいい詩を作ることに一生懸命で、そして、詩ができると、まあ、大喜びをしているというのがその最後にこう出てくるわけですね。で、まあ、こういう詩なんです。でここのところでまあ一つ、まあ、森鴎外という点でこう考えてみますとですね、実は、今お回ししております、その面影というこの面影というその訳詩集ですね。で、もともとはヨーロッパの、まあ、詩人の作品がたくさん収められているわけなんですけれども、ここで、まあ、撮られていた作品というのが、まあ、この間も書いたけど、例えばバイロンにしても、まあ、ゲーテにしてもですね、ハイネにしても、まあ、その他いろいろあるわけですけど、これ大体いわゆるこう18、19世紀の、ヨーロッパにおけるいわゆるロマン派と言われている浪漫だね、ロマン派と言われている、まあ、人たちの作品なんですね。でこの人たちにとっては要するにその文学作品っていうものが、何よりの、まあ、価値があるというふうに、まあ、考えるわけですね。でつまり、彼らはまあ要するにその詩人、詩というもの、あるいは、その詩人という生き方に、これは最高のものであるというふうにこう考えるわけですね。そして、やっぱりここであるのは、一般的な俗世間っていうものとこのいわゆる詩人あるいは詩の世界とのこう違いですね。でそこのところをまあ非常に強調するわけです。で、森鴎外は、まあ、ドイツに、まあ、この間申しましたようにドイツに留学をして、でこの人たちの、詩を読んで文学作品を読んで、その影響を非常に強く受けるわけですね。まさに、まあ、その森鴎外がヨーロッパに行った時代の、まあ、ヨーロッパの文学っていうのは、まあ、そういうこのロマン派が非常に流行ってた時代なので、彼はそれをもろに影響を受けて帰ってくるわけです。でそこで森鴎外は昔からその中国の文学っていうものを小さい時から漢学を学んでますから読んでるわけだね。でそこで、今度はそのヨーロッパで勉強してきたそのヨーロッパ文学の目ですわね、そういう視点でもって過去の、まあ、日本なり中国なりの文学を見たときにどうなるかっていうと、そこで彼が中国の作品はたくさんあると思うんだけど見つけてきたのがこの清宮詩歌だっていうことなんですね。で今ちょっと最初の方を見てきたけど、この清宮詩っていうのはまさに、その痩せて清しっていうね、最初のところもそうなんだけど、大体世の中の人を、まあ俗世間からこう全く離れて、そしてひたすら詩を作ってるわけですね。それで、詩を作ると夢中になっちゃって、髪の毛もボサボサだし、変な服着てるし、そして、まあ、やっぱり痩せてっていうのはね、あんまりなんかいつもおいしいもの食べて、丸々と太ってるような人っていうのはあんまり詩人っぽくないわけですね。でそういう、姿っていうものとこのヨーロッパのロマン派的な文学者っていうものをやっぱり彼は結びつけたんだと思うんだね。だから、その清宮詩歌というのはもちろんこれは明の初めに
あった書かれた作品なんだけど、森鴎外はそれを一回そのヨーロッパっていう、ヨーロッパの現代文学っていうその視点、そこから見直してこれを発見してきたっていう、まあ、そういうことだろうと思うんですね。で、森鴎外はこれを日本語で、しかも翻訳をすると。つまり彼だったら、もちろんその漢文はよくできるわけですから、さっきの今ね、僕たちが漢文訓読で読んできたテキストを見れば絶対わかるはずなんですよね。清久氏痩せて清氏っていうね、で元これ、御運閣下の先形なりっていうふうに読めばわかるはずなんですけど、それを、日本語にした。そして、この日本語にしたこの形というのがある意味ではその後の日本の、現代史、というものにそのままつながっていくっていう、まあ、そういうことになりますね。でちょっとじゃあこの清久史家の、あ、ごめんなさい、森鴎外の清久史も、少し見てみたいと思います。これね、その日本の詩なのでまあ、いろいろそのリズムというか字数とかに注意して見ていただければと思うんですが、まずですね、で大体これさっき原文を見ましたけど、ほぼそのまま、まあ、直訳というのかな、あんまり省略とかないんだね。でまず最初、清久が身はいや痩せに、痩せにたれどもその昔、御運閣下に住まいけん、清き姿ぞ忍ばるると、こう言ってるんですけど、これは、まず清久氏痩せていて清氏とありましたね。生而沈とありました。それで痩せにたれどもっていうので、まあ、この生という字を入れてますよね。それから清き姿ぞ忍ばずると、その清い姿っていうところでこの沈という字は入れてるわけだよね。それからもともと御運閣下の先形、まあ、支援鎮という二字、線形という二字はちょっと入ってないんだけどね、まあ、御運閣下に住まい県と、御運閣下に住んでいたということで、まあ、そのことはおそらく表現してるんだと思うんですね。で、清久が身はいや痩せに、痩せにたれどもその昔、御運閣下に住まい県、清き姿ぞ忍ばるる、いつかこの世におりぬらん、いずれの年か光沢せられてっていうのはそこのところだよね。いつかこの世におりぬらん、しがな告げぬも哀れなりと、まあ、哀れなりはちょっと自分でつけたかもしれないけど、しがなっていうのはその名という意味でね、その名前を告げない、これは名声を言わずっていうのあったよね。しがな告げぬも哀れなり、草枕旅寝せず、旅行に出ない、隙取りて耕さず、隙を取るけれども耕さない、錆に錆びたり剣立ち、乱れまさりぬ文の巻と、これはさっき本がバラバラになってるっていうのはそのことですよね。乱れまさりぬ文の巻、ごとべえ星と腰をおらめや、白くださんと下降る雨や、朝夕歌う空歌に、ここはちょっとおかしいんですね。朝夕歌う空歌って言ってんだけど、この空歌は後でも出てきますけど、この空というのは日本でこの空っていうのはだいたいこの唐という字を書くか、あるいはこの漢という字も、まあ、空というふうに読ませる場合もあって、だから空歌っていうのは漢詩っていう意味なんだよね。だからまあこれは孔清久が作ってるんだったら漢詩に決まってるわけだけど、これは空歌、まあ、詩だけで本当はいいはずなんですけどね。空歌に、歌いふけりて、歌いふけっている、小山田の水田の黒に杖引くを、炉の宇宙その矯正と口々に言い合えりけり。でここのところまでこう見てきて、ちょっとこう皆さんこう感じがいいでしょ、なんというか調子がいいというかね。でこれ日本の文学作品、日本のまあ和歌とか、
俳句とかっていうのはだいたい五七五とか五七五七七って言いますけど、ここのこの詩はね、現代、まあ要するにもう詩でも和歌でもないし俳句でもないんだけど、もう全くの現代詩、現代詩っていうんですかね、日本の新しい近代的な詩の形になってるんですが、まずですね、清九が三輪と五字なんですね、五音なんですね。で、いややせに、これも五字でしょ。それからやせにたれどもで七字なんです。その昔と五字だから五字、五五七五、それからその次五運閣下にっていうのはちょっと詰まるけど五字なんですね。住まい兼五字、それから清き姿ぞ忍ばるるっていうふうに、大体この最初の2句見ると、五言五言七言五言五五七五五五七五っていうふうに、なってるわけで、その次は、いつかこの世に、これは7字なんだよね、おりぬらん、これも5字です。で、しがなつげぬも、これは7字、あわれなりって5字ですね。草枕5字、旅寝せず五字、すき取りて五字、たがえさず五字で、こういうふうにこれ規則はもうバラバラといえばバラバラなんですけど、基本的にこれ全部五音七音 でその組み合わせでできてるんですね。で、これはやっぱり日本語の、まあ、昔からのこう伝統的なリズムで、やっぱり五音七音っていうのは非常に、まあ、読みやすい、聞きやすい、まあ、そんなリズムなんですね。ですから、この清九詩、長い詩をこう日本語に訳すのに、大体こういう五七言、五言体、七言調、まあ、七五調と言ってますけどね、その七五調、五七調、まあ、そういろいろ言い方ありますが、まあ、それで訳してるわけです。で、まあもうずっとこれをやってるとなかなか大変なのであれですけど、まあ、要するに、さっき今まで見てきたように、この清九詩っていうのはもちろん日本語に訳しても、そこの最初にあれしましたように、その詩を作ることに夢中になっている、詩人、そしてそのいわゆる俗世界の人とは違う詩人で、しかももともとは天上の人だった、天上の仙人だったっていうわけですね。で、そういう詩人の姿っていうものを描いていて、で、まあ、こういうのが、まあ、なんていうんですかね、ある意味では日本のその後の文学作品、あるいはその作家でもいいんだけど、こう文学っていうものは俗世間とはこう違うものであると、かけ離れたものだっていう、ある意味そのなんていうかこう日本のその後の文学作品の、まあ、なんかこう線路を引いてるんじゃないかっていうような内容の作品になってるわけですね。で、そこのところが、まあ、面白いところだと思っています。で、まあ、特に、この中国の文学作品をこう現代人、近代の目からこう見直して、こういうものをこう探してきたっていうあたりがね、まあ、これはやっぱりなかなか森鴎外のなんていうかこう敬願といいますか、いい目をしているという、まあ、そういうところだと思いますけどね。それじゃあちょっと休み時間になりましたので、ちょっと休みましょう。はい、じゃあどうもありがとうございました。ご苦労様でした。一応その後継に関しては、まあ、そんなところで、全部読まなかったけど、皆さんその漢文の方はそのままでも読めると思うし、それから、まあ、森鴎外の方はまあ、昔の日本、ちょっと前の日本語ですからね、難しいところはあると思うんだけど、まあ、大体こう五七調七五調になっているので、まあ、読んでみてください。それで、今の人はね、あんまり実はこの森鴎外のこの清九詩っていう詩のことはあんまり知らないみたいなんだけど、なんかこれが出た当初っていうかね、まあ、明治時代から大正ぐらいの人は、
なんかみんなこの詩は覚えてるくらいに有名な詩だったらしいんだね。ですから、そういう意味でも、なんていうか文学史的にも、意味のある作品のようです。一応なんか日本で、森鴎外の研究なんていうのをね、今回台湾大学の図書館にも本があって、いろいろやってるけど、みんなそのヨーロッパの作品の影響っていうことにばっかり注目しててね、実はこういうのがあるんだっていうのは、まあ、あんまり大きく取り上げられてないような気もするんですけど、実は、結構その明治時代の青年にとっては、やっぱりこの青丘詩歌はかなりこうなんていうか一種の バイブル的な、ションチンですね、聖書みたいな、作品だったようです。それでは光景の次は、今度はその明代ですけど、李伴良の李伴論。李伴論に関する問題というのを見てみたいと思います。で、まあ明代の人で、これはいわゆる、まあ、技巧派に育パイというふうに、言ってますね。特に、このに育パイのホウチーズ、チェンチーズ、ホウチーズ、あ日本語で全七子、公七子というのがありますけど、いわゆる公七子と言われる人の代表、まあ、これは特にこれはまあ李王っていうふうに言うんだね。このね、李はこの李伴良ですけど、この王は王政帝という人ですね。ワン・シー・チェン、つまり、まあこの李伴論、ワン・シー・チェン、李伴良、王政帝という、まあ、この二人が、この公七子の中でも中心的な人で、その李伴良のまあ、日本文学への影響ということで、まあ、考えてみたいというふうに思うわけです。で、前にも言いましたけど、この明代技巧派、この技巧派っていうのを、まあ、日本ではっていうことですけどね、これは古文字派、まあ後で出てくる荻生徂徠という人が、まあ、大変に、これは持ち上げるわけですけれど、その時に彼は古文字っていう言い方をするので、その古文字派というふうに、まあ、日本では言われる。あんまり中国では聞かない、古文字派というやつですね。そこの問題を考えてみたいと思っているわけです。それで、まあ、ちょっとその李伴良という人のに関する、まあ、簡単な解説をしておく必要があるんですけれども、まあ、その中国の明代における、まあ、その詩派とでも言うんでしょうかにいくつか、まあ、ありますけど、まあ、明の初めぐらいはね、まあ、普通いわゆる大格体っていう何、まあ、ていうか、大格体というぐらいで、まあ、宮廷を中心にですね、まあ、皇帝とかを都とかをこう褒めるような詩、きれいな詩を、まあ、作っていたということであります。で、ところがですね、そういう、まあ、お飾りばっかり その文学では面白くないということで、そこで登場するのが、まあ、いわゆるこの技巧派の人たちですね。でいわゆる全七子という中で、まあ、特に有名なのは李文彦、李伯陽という、まあ、これは、まあ、いわゆる全七子、それからさっきも出てきましたけど、その李王を中心とする、まあ、公七子というのが、まあ、出てきます。この日本語はねややこしいんですね。この、李文彦、中国語で言えば李文彦しかありえないんですけど、
あのこの人の名前、この夢という字が、2つ読み方ありましょう。あの漢音、日本語ではこう漢音っていうのと語音っていうのと2つあって、漢音だと無なんですね、だけど語音の読み方だとこれを棒というふうに読むので、リムヨというふうに、送り仮名を振ってる本もあるし、リボーヨというふうに振ってる本もあるし、まあ実は両方あるんですけど、まあ、考えてみたら、これは中国では全然関係ない話なんだね。これはリモンヤン以外ないんだからね。あの日本語の漢字の 音っていうのは、古い時代に、つまり陸朝時代ぐらいに日本に伝わった音と、それから唐の時代に、まあ、遣唐使が行って、まあ、長安あたりで、勉強してきたその中国の音と、まあ、二重になってるわけだね。だからあの、まあ、全部の全部字がそうなってるわけじゃないですけど、文字によってはその語音、古い語音と漢音と、両方ある場合があって、別にこれはどっちが正しいっていうわけではないんだけど、混ぜない方がいいですねなんとなく漢字としてはね。で、実はこの話は、まあ、全然脱線ですけど、私が一番中心に研究してる人がいるわけです。あのフォン・モンロンという人がいるんですけど、あのこうね、このフォン・モンロンはこの門が、無と棒とありましたでしょ。それからこの竜が、竜と亮とあるんですね。でそれからこのフォンはね、これはまあ風以外ないんですけど、実はあの戦前の日本でこの字を間違えてね、この下にだから心がついた字はピンという字になるでしょ、とひょうという音になるわけね。でそれと間違えてこれをひょうっていうふうに振り仮名を振っちゃったことがあるんですよ。あのこれは何というか、あのほらフォン・イーシアンというあの将軍がいたでしょ。でそのフォン・イーシアン の新聞でルビーを振るときにひょう玉章っていうふうに振っちゃったんだね。でそれでだからひょうって読む場合もあって、この人の場合は、だから 2×2×2 だから8通り可能性があるわけだなだけど、まあ表は間違いでもね、ある本によってはこれ表無流っていうふうに振り仮名振ってることもあるんですよ。この表は間違いだけどね。だまあ風はいいね。でそれが無はあの漢音だから、無ときたら、やっぱり竜と行きたいわけだよね。あ、うん、それから棒は語音だから竜、というふうに行きたいので、あのまあ無竜とするか、まあ棒竜とするかね。だからこれが混ざっちゃうとあの変だよね。こっちは漢音、こっちは語音ということだと思うので。あの暴流はやっぱり変なんでしょうね。無量も変なんでしょうね。だから多分あの、私は暴量と振っているかな。まああのなぜかというと、まあ、不暴流は蘇州の人なので、なんか語音の方がいいかなって、語の地方だからね、語音の方がいいかなっていう、まあ、それだけの話なんですけど、時々こういうことが起こります。でもこれはもともと考えているのは中国語では全然関係ない話なんだね、これはね。あ、それはどうでもいいです。リボーヨと、まあ、リハンリョウオーセーテ。で、その彼らは、要するに、ウェンピー、チンハン、シー、ションタンということを、まあ、言うわけですね。三文文章に関しては、新漢の文章がいいと、詩については、正統の詩がいい、まあ先日めれば
この新刊と言ってるんだけど、要するに式なんですね。司馬遷の式の文章、それから政党と言ってるけど、これも先日めれば徒歩なわけです。で、彼らは、まあ、いわゆる義古派ということを言うわけですけど、まあいい文章を書こうと思ったら、式の文章をまあまあそっくりそのまま真似て、書く、もう真似てっていうか、実は彼らの文章をよく見てると、式の文章をこうそのまま持ってきて、まあいわば切り張りみたいな形でね、コピー&ペーストだね、今というふうに言えばね、そういう感じでこう文章を書くということなんですね。ですから詩については徒歩の詩の文句を持ってきてそのままこう書こうということです。で、まあ、これはいろいろ今から考えると、なんていうんですかね、ちょっと変だっていうのは思いますよね。詩記なんていうのはもう千年以上昔のことを書いた文体で、それを今それでもって今の人の例えば伝記を書くとかね、やってるわけですから、おかしいじゃないかと思うんですけど、まず一つにはこれは考えようによっては、ある一つのお手本っていうものを作っておいて、それを真似ればいいっていう考え方は、ある意味簡単なんだね。つまりありとあらゆる本を読んで自分で書かなきゃいけないっていうと、これは結構大変なわけです。だけどもう要するに文章を書こうと思ったら、もう司馬遷の式と詩を作ろうと思ったら徒歩の詩集を置いておけば、そこからなんか自分が使えそうな語句を持ってきてこう並べれば文章ができると。だからこの辺はもちろんその李伯良とか李伯陽たちはまあ一応彼らはしっかりした知識人なんだけど、この古文字派じゃなくてその明代の前七子後七子がものすごく流行ったっていうのは、多分その当時こう文章を書く人が増えた、つまりみんな以前よりも多くの人が文章を作らなきゃいけなくなって、それで逆にそのお手本を見ればできるっていうね、まあ、そういうところがこう、まあ、楽になったっていうかね、まあ、そういうことで流行ったらしいんですね。でところが、まあ、当然のことながら、そういうのはおかしいじゃないかっていう考え方も明代に出てくるわけです。でそれが古文字派の後に出てくるのが、公案派っていう、まあ円行堂とかね、まあ、なんかが、まあ、円氏三兄弟円行堂なんかが中心ですけど、この古文字派が出てくる。でこれは彼らは、いわゆるその古文字派の人たちのこの模擬っていうことね、つまりその人の文章を真似て書くっていうことを反対するわけですね、ことに対して反対するわけです。でつまり、文学作品の根底にあるのはやっぱり、まあ、自分の心であり感動っていうことでしょうと、よそのものを借りてきただけではダメなんじゃないのという言い方で、まあ、彼らは よくだから精霊、精霊派とか言いますけど、その、まあ、自分の心、本当に自分の気持ちから出てきたもので文学作品を作らなきゃいけませんよということを、まあ、言うわけですね。というふうに、まあ、大体文学明代の、まあ、こう詩文の世界っていうのは、このいわゆる前七子後七子の、古文字派、まあ、いわゆる古文字派というのが最初に来て、で、それに反対するこう公案派というのがこう出てくると、まあ、そういう大きな流れみたいなのがこうあると思うんだね。あ、それからついでながら、この古文字派の人たちがそういう真似をしてっていう方法自体はちょっとね、後から批判されちゃうところもあるんだけど、こう、まあ、その前にあったのがこの大格体ですね。要するになんか綺麗な、文章を作ればいいやっていうその考え方から比べれば、
四季と徒歩なんだね。でやっぱりその四季と徒歩をお手本にしてるっていうところはちゃんと意味があって、彼らは彼らなりにそういういわば感動的なとでも言うんでしょうか、こうそういうものをお手本にしてはいるんだね、そこのところはこう考えないといけないと思います。四季と徒歩っていうのがねやっぱり、それ以前のものとはやっぱり違うんじゃないかというふうに思います。で、公安派となってくる、まあ、こういう大きな流れだ。でそこで今度は日本の話になるんですけど、日本江戸時代の初めですね。でここのところはですねなかなか面白い話なんだけど、中国では古文字派というものが先に大流行をして、その後それに反対する公安派が流行っていうか出てくるわけですね。でところが、江戸時代の初めにですね、これは元正上人というお坊さんだったんですけど、元正上人という人がいます。で元正上人は、1623から、1668とこのぐらいの年の人で、まあ、1623というんですから、まあ、中国で言えば、まあ、明代の本当の終わりぐらいですね、天慶3年かな、ぐらいに生まれている人ですよね。で、まあ、日本だと江戸時代のごく初めということになります。で、この元正上人が、この当時、まあ、中国の、まあ、彼が、まあ、大きくなった時に、だからちょうど1644年に明王朝が滅んだ時には彼は20いくつかぐらいですからね、その中国で、明王朝が滅んだ時にいろいろ何人かの、まあ、何人かでもないね、結構その中国から、日本に、亡命をしてくる知識人がいたんだね。でそれから、その彼らは日本にその、まあ、軍隊を派遣してほしいと、つまりその日本が軍隊を出して清朝を追っ払ってほしいという、まあ、それはもちろん実現しないんですけれども、まあ、そういうことを、まあ、日本に頼みに来る人たちが、まあ、何人かいました。それで、その一人に、陳元院という人がいたんだね。これはなんか院と読むらしいね、チェン・ユアン院ね、チンゲン院で、そういう人がいて、この人はですね、まあ、何度か日本に来てるんですけど、1659年っていう年に、これは朱春水、まあちょっと有名な朱春水という人がいますけど、その朱春水と一緒に、まあ、日本に、その軍隊を派遣してほしいということで、まあ、やってくるわけです。で彼らはもう2人とも、そのまま中国へ帰らずに、まあ、日本にいるわけなんですね。東京大学っていうのがあって、まあ、私のところなんですけど、東大のですね、まあ、なんていうかキャンパスは、東京の本郷というところにあるんだね。本郷というところにあります。で、まあ、そこにこう本郷通りっていう、まあ、大きな通りが通ってるわけですけど、そことこうまあこうなんていうか、大体この辺こう大きく、本郷三丁目の交差点というのがあって、まあ大体ですねこんな感じで、ここが東大なんですね。それで、こっちもこう、まあ、なってますけど、これが本郷通りという、でその大体こっち、ここの、まあ、琴問通りという道があるんですけど、そこのこっち側のところは昔のその前田家、
今あの金沢ってとこありますよね。あの金沢のあの元々大名であったのがこの前田家で、金沢の前田家はまあ日本の大名の中では、その徳川将軍がもちろん一番いっぱい土地は持ってるわけですけど、それに次いで、広い領地を持ってたのがこの前田ですね。でその元々この前田家のお屋敷があった場所っていうのが、その明治になって東大の土地になったわけです。だから、その三四郎池とかいう池があったりするんだけど、まあ、それはもともとの前田家 の、 あのお屋敷の池なんだね。で、まあ、赤門なんていうのがここにあって、でこれはあのだからよく見るとその前田家の家紋がついていて、その前田家の門だったんですね、これはね。で、この道を隔てたこっち側があの水戸徳川家なの。水戸の徳川、まあ、徳川家は将軍以外に、まあ、御三家といって、紀州と水戸と、それから尾張とね、名古屋、今の名古屋も徳川なんですが、その水戸の徳川家のお屋敷だったんですね。それでこの朱春水はこの水戸の徳川家に最後は仕えて、亡くなるわけなんですけど、彼はここの場所で亡くなってるんですね。東大、今の東大のここは農学部っていうのがあるんですけど、農学部があるんですけど、そこのところにねで亡くなってるんでね、お墓は水戸にあるんです。だけど、この屋敷の中で亡くなって、でそこに朱春水先生終焉の地というね、朱春水先生終焉地ティという、そういう石碑がここに立ってます。だから、まあ、今度もし皆さんも東大に来ることがあったら、ぜひこの朱春水先生の、石碑はご覧になるといいと思います。今なんだっけね、なんか忠犬ハチ公っていう話知ってる？渋谷の駅にあの犬で、なんかその忠犬ハチ公のあのご主人様ってのはこの昔の東大の農学部の先生だったんだね。でその朱春水の後ろにそのハチ公の銅像なんか作っちゃってそれでなんか朱春水先生の方がなんかむしろ目立たなくなっちゃってるんですけど、実はその朱春水先生の場所だということなんだね。ただなんか最近でこれ農学部のこう門があってね、農学部の門があるんですけど、その門入ってすぐ脇のところにその石碑が立ってるんです。でただなんか最近その交渉をしたら、江戸時代の地図とねこれ比べてみるとね、なんかその江戸時代ぐらいにはなんかここら辺ぐらいまでがどうもまだ道だったらしいんだね。だから今石碑が立ってるところは本当は水戸家の屋敷の中ではなくて、当時は外だったらしいので、そういう意味でもこのなんか朱春水先生の碑を本当の水戸家の土地だったところの中へ移した方がいいんじゃないかという、まあ、そういう話も出てるんですね今ね。まあそんな感じです。それで、これはまあ朱春水はまあ今日の話とは直接関係ないんです。陳元院ですね。でその陳元院はこの人も日本で結構いろいろ影響のあった人です。でまずはこれ彼は日本に来て武術を教えたっていうんだね。武術、中国武術、それでそれが発展して今の日本で柔道ってのあるでしょ。柔道、あれは要するにこの陳元院が中国から伝えた武術がやがてこう発展して日本の柔道になったっていうんだね。だから、まあ、柔道なんて今ねオリンピックだってやってるぐらい の、 ものですけど、まあ、その大元はどうもその陳元院が日本へ伝えたものらしい。でそれからもう一つ、実はまあ文学の話としてはこの陳元院がこの円柱楼を円光堂を
この現世聖人に教えたらしいんですけど、このエンコードにですね、兵士っていう本があるんだね。兵士で、これ何の本かっていうとですね、これいわゆるお花、日本で華道と言われているものがありますね、生け花ですね。でその生け花の教科書、これはまあ円柱堂が書いてるわけですけど、これも陳元院が日本へ持ってきたと言われてるんだね。だから、日本のその華道っていうのがありますけど、それもこの陳元院がどうも日本へ伝えたらしいいうことらしいんですよ。だから結構日本に来た中国の学者とかお坊さんとかがね、日本に与えた影響っていうのは結構あるのね。でそれから、この間、これは台湾大学で、他でもない台湾大学で国際学会をやってましたけど、王博州というね、中国の、まあ、仏教で、インゲンなんていうねお坊さん、インゲン隆起、これはまあ非常に有名なお坊さんですけど、インゲンというお坊さんのことは知らない人はいっぱいいると思うんだけど、インゲンという名前を知らない日本人は多分いないんだね。でそれはなぜかっていうと、これインゲン豆という豆なんですね。それインゲンが日本へ持ってきたと言われているその豆 でインゲン豆っていうのはもう日本でどこへもう八百屋さん行っても何行ってもどこでも売ってるものなの。だからインゲンという名前を知らない人はいないというぐらいで、ですからこの時代の、日本に来た人は結構その後の日本に大きな影響を与えてるんですね。それで、まあ、話としてはこの陳元院が、この現世聖人と大変仲が良くて、でこの現世聖人に、この円光堂、まあ、つまり円柱堂の詩を教えたと言うんですね。で、実はこの元元昭和集元元昭和集という詩集が残ってるんですね。この元元というのはこの現世聖人と陳元院のこの元なんだな、この2人で、詩のやり取りをしてる。でこの元元昭和集なんかを見るとまあ明らかに、いわゆる公安派風とでも言うんでしょうかね、公安派風の詩なんですよね。でこれが、実は日本ではまず何よりも江戸時代の最初の頃に円柱堂公安派の詩というものが、まあ、この現世聖人とかを中心にして、流行するという状況がまずあるんだね。そしてその後で、まあこれは非常な有名人ということになるんですけれど、荻生徂徠、という人が出てまいります。で荻生徂徠は、1666年から、1728年ということですから、現世聖人が1623ですからね、40年ぐらい後にもう人ね、一世代もうまるっきり一世代以上だな、一世代以上後の人ということになります。で、まあ、この荻生徂徠はですね、これはまあ本当に偶然だというんですが、ある人の家のお蔵の中に、この離反寮の文集聡明先生集って言いますね、
これを見つけて読んだって言うんです。偶然これを見つけて読んだって言うんですね。それで、まあ、彼自身の言葉によれば、これはその、天の導きだと言うんです。天の朝礼という言葉を使ってるんですけど、天の朝礼を得てその古文字というものに目覚めた言ってるんですね、彼はね。つまり、まあ、こういう本との出会いっていうのはすごいですね。なんかもう彼はしかもこれかなり、結構年を取ってから、この離反領に出会ってるんだね。今まで一生懸命勉強してきたけどなんかこうしっくりこないと。でそれがある日ある時、誰かの家のお蔵の中できっとその人は持ってった人は読まなかったんだろうね、持ってる人は読まなかったんだろうと思うんだけど、荻生徂徠が行ってその本を読んだら、もう大感激しちゃうということですね。これはもう天の導きだと、天の朝礼を受けて、この古文字と出会ったというふうに言ってるわけです。彼はまあこの古文字って言ってるわけですけど、結局その離反領から何を学んだかっていうと、まあちょっとその離反領が言ってるのとこれが全く同じことであるのかどうかっていうのはちょっと考える余地があると思うんですけど、要するに離反領はどういうことをやるにしても全て式の文章、まあ要するに昔の文章が大事だ、そこを昔の文章を読まなきゃいけないっていうことを主張したわけですね。でそこのところに彼はだからヒントを得て、要するに、その荻生徂徠は例えば論語の場合ですね、論語なんていうものを読むとしたら、今まではこれは江戸時代は朱子学が漢学ですから、論語を読むときには必ず朱子の注でもって読んでるわけだよね。でだけどその朱子なんていうのは後の人のものなんで直接論語の文章を読まなきゃいけない、孔子様が言った通りのその言葉に遡らないといけない、まあ、要するにその古文字派が、後の文章じゃなくて闘争の文章じゃなくていきなり式に行かなきゃいけないっていう、多分そういう方法を学んで、彼は例えば論語なら論語の文章に直接やらなきゃいけない。で、まあ、つまり言ってることは朱子学のこう排除なんですね。今までは朱子の注を通してしか読まなかったものを直接こう原文に当たらなきゃいけない、直接原点に当たらなきゃいけないって、まあ、要するにその原点主義みたいな、みたいなことをまあ考えたということになると思います。で、そもそもこの荻生徂徠という人は、非常なその何て言ったらいいんでしょうね、当時の、まあ、朱子学者なんかにしてもそういうところはあるんだろうとは思いますけど、ものすごいその中国好きな人なんですね。中国マニアというかね。それでいろいろな話がありますが、荻生徂徠がある時、江戸の町の中で、引っ越しをしたっていうね、品川というところへね。で西の方なんです、江戸の町の西側なんですけど、でそこへ引っ越した。でそのお弟子が、先生はなんでそんなところへ引っ越したんですかと言ったら、唐に二里近いと答えたっていうんですね。唐っていうのはさっき書いたでしょ、要するにこの唐ですからね、中国に二里近いというふうに、少しでも中国に近いところに住みたいと言ってこう、同じ江戸の町なんだけど日本の中にいたと、まあ、これは笑い話集の中に入っている物語なんですけど、本人にしては案外本気だったかもしれないという、まあ、そういう話でね、中国風がいいというわけです。でそうなると結局彼が考えたのはこの原点主義っていうことなんだけど、これ行き継ぐところまで行くとどうなります？今我々が漢文訓読って読んでるでしょ。
だけどあれはダメだっていう話になりますよね。つまり中国の人は中国語の文章をこんなひっくり返って読んでないわけだから、ちゃんと中国の人と同じように読みたいっていう、そういう気持ちになってくるわけです。でそこで、彼は、その漢文訓読を、反対するという、まあ、そういう思想みたいなのが出てくるわけね。で、この当時実は、中国の人っていうのは、まあ、だからさっき見たように例えば朱春水だとか、まあ、時代はちょっと早いけどね、朱春水とか、このチンゲンインみたいな人は日本にいっぱいいたわけですね。インゲン、お坊さんもいます。でそういう人たちはもちろん中国語を喋ってるわけで、中国語を勉強する場所はあったんだね。それから、鎖国といっても長崎へ行けばそこに中国の人がいるし、それから中国語の通訳がいたわけですね。これ中国語のこと、この当時では東亜、東亜って言うんですね。でこの荻生徂徠は、この、まあ、徂徠は大学者なのですが、この長崎のその東通寺、長崎の東通寺、まあ要するに通訳ですね、中国語の通訳。その長崎の東通寺であった、岡島寛山という人がいます。でこの岡島寛山という人は、まあ、要するに中国語が非常にできる人だったわけですね。で徂徠は、まあ、その岡島寛山は学問的に言えば、まあ、徂徠のお弟子さんなんだけど、中国語はもちろん岡島寛山の方ができるわけで、その岡島寛山についてその東亜を自分でも勉強するんだね、この徂徠はね、徂徠先生はね。そして中国語で、文章を読むということを実際にやってみる。でこの徂徠は後に偉くなって、その幕府の、まあ、漢学の先生にもなって、将軍なんかにこう講義をするわけですけど、まあ、そういう時にですね、その東亜で、つまり中国語で論語を読んでみて、こういう意味ですというふうに教えるなんてなこともやったようであります。まあ、将軍は多分ちんぷんかんぷんだったと思うんですけど、まあそういうことをします。でちなみに、この岡島寛山という人はこの後の授業でもまた出てくるんですけど、中国の水滸伝ね、シュイフジュアン、あの水滸伝を日本語に訳して、でこれは大ベストセラーになっています。だそういう彼はつまり何ていうか中国語の、バイホアだな、博話ができた、だから水滸伝も読める、ね、そういうことなんですね。ああそうそう、それでさっきこの荻生徂徠先生は、ものすごい要するに中国主義者なんですね。で彼はだから何て言うんですかね、東海は聖人をいださずと言ったんだね。つまり東海、東の海っていうのは、まあ、日本です。だからその日本からは聖人というものは出ていないと。でそれから西海、西の海、まあ、ヨーロッパとかなんかを指すんでしょうけど、西海も聖人をいださずと言ってるんだね。で要するに聖人というものが出たのは中国だけだと言ってるわけです。でそれは周公とか孔子とかね、まあ、そういうような話ですけど、でそう言っているんですね。で、まあ、そんなことがあって日本では江戸時代のその後半から国学という学問が出てきて、つまりまあ何て言うんでしょうかね、荻生徂徠は一種の中華思想、中国中心中華思想だったんですけど、江戸時代の終わりに国学というのが出てくると、その日本こそが中心だっていうね、つまり中華思想の裏返しみたいなやつが出てくるわけですね。でその辺が明治維新につながるんですけれども、そういう中でだから明治時代の初め頃に、この荻生徂徠は非常に評判が悪い、つまり何ていうか日本的なナショナリズムの点から見れば、けしからんことを言ってるやつだということになるわけですね。
日本じゃなくて中国が中心だったら何事だということなんです。だけどその当時の考え方からすれば、まあやっぱりそれは中国があって、周りの国があるわけですから、まあそれはなんていうかね、そんなにおかしいことではなかったんだろうと思うんですけど、まあ後になってですね、明治時代ぐらいには非常にこう評判が悪い人です、これは。で、まあ、その後やっぱり、今はこの徂徠の江戸時代における影響力っていうのは非常に大きいですし、実はその後の国学というものも考え方は基本的には徂徠なんだね、昔の言葉を直接勉強しなきゃいけないっていうような考え方もそこから出てくるわけですし、もうとにかく徂徠は江戸時代の中で非常に重要な学者だと思います。どなたでしたかね、日本で、事件としての徂徠という、本を書いてる人がいますけど、確かにこの人が現れたっていうのは一つの事件と言ってもいいくらいの大きな話だったと思います。で、その荻生徂徠はですね、実は、まあ、中国語をやってこの漢文訓読みたいにこうひっくり返って変えるのはおかしいということを言うんですけど、彼はですね、今までの中国語っていうか日本人の理解というのはこれ訓だったっていうわけですね。でこれじゃダメだということで、彼は訳でなきゃいけないということを言うわけです。でこの訳っていうのは、まあ要するに翻訳の訳なんで、単なる訓読ではなくて本当の日本語にしなきゃダメっていうことを言うんですね。それで、この荻生徂徠、まあ、これは彼自身が書いたものではなくてお弟子さんが、聞き書きをしたものなんですけど、訳文選定、訳文選定という本を書きます。でこれは今でもこの本は大変面白いいい本なんですけれど、訳文と言ってるんですね。でこれ今まで漢文訓読っていうのを皆さんにやってきて、ある程度なんとなく皆さんも感じるんじゃないかと思うんだけど、要するに漢字がたくさんあってみんなそれぞれ一字ずつ意味があるわけだけど、それを日本語に、まあ、いわば翻訳をして訓をつけてるわけですよね。でそうするとね、例えばすなわちなんていうような、日本語になってる字、すなわち、まあ、本当は歯だけどさ、まあ、すなわちというふうになってるものが、例えばこの字という字もこれすなわちと読むわけだね。それからないという字もすなわちと読むわけ、それから図もすなわちなんですね。それからこの情なんていう字もすなわち、だからつまり漢字では当然だけどこの字と図は全然意味が違うわけですよね。ないも全然違う意味、情も違うわけです。だけど日本語としてはこれを全部すなわちっていうふうに訓をつけてしまって言ってるわけですよね。だからその違いが分かんなくなっちゃうんじゃないのっていうのが、まあ荻生徂徠先生のまず最初の疑問ですよね。で訳文選定っていう本はこういうその日本語で、同じ訓になってしまう、つまり非常によく似た意味の言葉、これをこう集めてですね、ちょっとこれ次回回すね、またね、例えば一番最初のところは、こういっぱい文字を並べてるわけですね。でつまり、これもみんな静か静か静かというふうにこう読むわけですけど、全然意味が違うわけだよね。でその徂徠先生は例えばこの「寒」という字は「暇」と訳すというふうに説明している。また「無駄」と訳すと、「暴」という字「慢」という字の反対であると
というふうに説明しているわけね。それから静かの陣というのは静かなりと君ずと、で道という鈍の字の反対であるというふうにね、つまりまあ鈍鎮の鈍でしょ。それから支援は支援と万の対になってる支援でしょ。だから要するに組んで言えばこれも静かこれも静かなんだけど、当然これ意味が違うわけですね。でその意味の違いを説明していると、早いなんていうね、日本語だと座をも数も字も地位も全部早いんです、うん、だけど早いって言ってもね、朝が早いのと、電車やなんかが早い早いは違うわけですから、当然座をと数は意味が違うわけだよね。だからお湯空がそこのところに気がついたっていうか気がついたわけです。でつまり訓読でやっているとこういう違いが分かんなくて全部早いと言って終わっちゃうんじゃないかというね。でそうじゃなくてさらに意味を本当の訳っていうことを考えなくちゃいけないという、まあ、そういうことを言って、この辞書を作ったわけです。で、まあ、そういう具合にですね、実は荻生徂徠はもう経学の世界でも、あるいは実際のその経済っていうかね、彼はお役人にもまあ大名にも召し抱えられているので、そういう政治的な権限もするし、いろいろなことをやってるんだけど、その文学という点ではね、これがその離反領の影響をやっぱり受けていろいろやってるわけです。ちょっとちょうどここで時間が来てしまったので、その文学の話から次回こう参りますけど、来週はですね、この荻生徂徠のお弟子さんになるんですが、服部南閣という人がね、この「投資選国事会」いう本を書いていて、これはその投資の東大の詩の、まあ、いわば講義なんですね、先生が授業をやってるわけですが、それを書いてます。でこの徒歩の有名な詩の、この「学養楼に登る」っていうこの「ドン・ユエ・アン・ロウ」というこの詩をね、服部南閣先生の、教えに従って、読んでみようというふうに思います。これはこの間の経典予詩じゃなくてカタカナで書いてあるからよっぽど読みやすいと思います、これだったら多分みんなでも読めると思うんで、ずっと見てきてください。で、まあ来週これをやって、その次は確か戦闘神話だな、ジェントン・シン・ホアを見てみたいと思いますんで、見てきていただければと思います。それじゃあ、今日はちょっと途中になってしまいましたけど、まあ、こう荻生徂徠のところは、江戸時代の話としても結構大事なところなので、ゆっくりいろいろ話をしようと思いますので、また来週。じゃあどうも今日はここまでにします。ありがとうございました。